ハロー YouTube、 下根司のニュースの猫側にゃ、今日もレターバカヤビニュースをお送りいたします。7月にあの人が辞めます。組抜けさせてください。何が不満なんやお前は。そして第三者私、どんな緊迫した状況でも自分のことじゃなければ平然としていられる人の中で話題に。今日はですね、ついに師匠がお帰りです。梅之助師匠のあれこれ、そして日本戒厳令に向かってまっしぐらやっていきたいと思います。つってんね、ということでやっていきましょう。今ホワイトハウスがね、掲げてる旗をですね、半旗にすると。でこれがですね、日本のある要人の方が亡くなられまして、まあこれに対して弔意を示すっていうめちゃくちゃ異例なことらしいんですけれども、ね、まあ、ちなみにこのね、要人が亡くなられた件につきましては、これ JFK 以来のどん深闇かもしれないということで、落ち着きましたら動画の方を上げさせていただきたいと思います。で、まあ、このね、ホワイトハウス半期って話なんですけど、実は最近ホワイトハウスがめっちゃやる気なくなってるってことはあんま知られてないんですよ。これ何かって言いますと、アメリカの国旗をね、上げたり上げなかったり、ラジバンダリしてるっていう話なんですよ。最近ね、梅之助師匠の様子が、まあ最近というか最初からなんですけどね、おかしいとね、これアメリカで著名な編集者の方が言及してたんですけど、梅之助管理者は崩壊してますっていう話なんです。スタッフがバンバン辞めていくっていう話もあるんですけど、つい最近ですね、この7月末をもってある人が辞めるということをね、言い始めたわけです。広報部長が辞めます。広報っつって、お前めっちゃ釣ってきたやんっていうね、今僕の頬をね、釣り針でぶっ刺してやろうってね、100万人が思ってると思うんですけど、ちょっと待ってもらっていいですか。ケイト・ベッティングフィールド広報部長っていう、ピッングっぽい名前の広報部長がなんで辞めるのかって話なんですよね。この人ってめちゃくちゃ実力者だというふうに言われていて、この人がいなければニャントラさんに、まあ、勝つことはできなかったであろうって言われるぐらい、この人が梅之助師匠を勝たしたって言われてる人なんですよ。この人がね、辞めてしまうと、一応表向きはですね、家族との時間が欲しいみたいなこと言ってるらしいんですけど、実はそうではないと。この梅之助政権がもう崩壊寸前、もうゴールが見えたっていう話なんですよ。なんでこの泥船から一足先にみんな抜けていってると、まあ、この広報部長最後のお仕事はですね、先日梅之助師匠が自分の別荘でね、自転車で転んで話題になってましたけど、今その転んだ場所が有名観光地化してるってことで、まあこれなんですけどね。こらーっつって、誰ですかこれやったのは。面白い。右手をご覧ください。こちら梅之助師匠の右膝です。って、あ、膝だった、膝だった。あ、しかもこれナッパのやつね。ということでね、膝を出してくんだよって話なんですけれどもね、まあ、これね、転んだ時足が若いっていう話もあるんですけどね。ということでね、このね、観光地化が最後の仕事だったとか、そうじゃないとか、つってね、今ふざけんだよって思ってると思いますけど、実はこれ、もう、梅之助師匠はね、海に帰るっていう話なんですよ。お前それ、サザエさんの最終回にまつわる都市伝説のやつじゃね。ある日、サザエさん一家は、商店街のくじでハワイ旅行を当てました。ウキウキしながら飛行機に搭乗しましたが、悲しいことにその飛行機は墜落してしまい、海の藻くずとなってしまったのです。だがしかし、サザエさん一家は生きていた。サザエさんはサザエ、カツオはカツオなどなど、そして船は船に、あ、船だけ帰ってないけど、自分の名前に由来した海の生き物になった一家は穏やかな海で末永く暮らしましたとさ。これです。何がね、何がどこで、だから梅之助師匠も梅に帰るってことなんで、息子もですね、モンスターハンターライズとしてね、オミソンの家にやってきたってことでね、もうあれ全然海に帰ってないけど、これなんか野に放たれただけだけどって話なんですけど、まあ、もう帰るってことは決まっているわけですね。実はニャントラさんが最近ね、自分のトランプ号っていうプライベートジェットがあるんですけど、これを修理してるんですよ。でこれがね、近く改装が完成しますということを SNS で上げてまして、で早ければ2022年の秋、あるいはもっと早く帰ってきますよっていうことを言ってたんですけど、実はこれが飛行機の話じゃなくて、俺だの話なんじゃないかって話なんですよね。そしてこの梅之助師匠の広報部長がいなくなり、梅之助師匠も崩壊寸前、梅に帰るとね、これはもう完全に来ましたね、何かが。ということでね、二の腕太さんが 7.1
7.11 っていうめちゃくちゃ意味深な画像をツイッターに上げてましたけど、やはり7月に何か来そうだなと。日本では電話のマークなのですか？商標は兄が持ってますので国際司法裁判所でお待ちしています。まあ、こちらはですね、北海道新聞さんが新聞で使ってるね、黒電話のマーク、これ電話番号の標識としてね、出版界では使われてますけど、これがですね、今の人にはね、これ何の意味かわからないということでね、これをやめますっていう報道したわけですよ。で、これをですね、キム・ジョンウンマークって呼び始めた人がいまして、めっちゃセンスある、いけるいける、もうすごいね、ということでね、これ誰がキム・ジョンウンマークやねんってことなんですけどね。まあ、でもあれらしいですよ。かの国ではこのマークをね、お兄ちゃんの商標として、そんな商品あんのね、ということなんで、もうこれあれですね。裁判所で僕と握手、本題に戻ります。いや、実は今ね、日本国内であるやばい作戦が、実行されようとしてるんじゃないのかっていう話が、一部闇の者たちの間で話題になっております。小田急の江ノ島駅で、警察官と、駅員の合同でですね、いわゆるローテの訓練をね、ずっとやってたっていう話なんですよ。最近日本各地で、このローテに備えた訓練をめちゃくちゃやってるって話なんですよね。で、これがですね、実はある米軍との合同作戦が近く行われる合図なんじゃないのかっていう話なんですよね。ジェイドヘルムっていう言葉聞いたことありますか？これは2015年にソエトロチャン政権の時にアメリカ7州で行われた米軍の合同訓練で、これ実はどんな訓練かっていうと、その地元住民たちをですね、大きな商業施設であるとか避難地に連れていく避難訓練を伴った合同訓練と言われてるんですよ。例えばね、ウォールマートっていうでっかいスーパーありますけど、あそこがですね、捕虜収容所になるとかですね、外国の部隊が支援に投入されるなどなど、いろいろなどん深闇な噂が蔓延しました。実は戒厳令を出した後の国民をですね、連行する秘密作戦だっていう風に一部言われておりまして、もちろん当局はこれをね、否定しているんですけれども、これね、行われたとね、ここでどんなデータが取られたかっていうと、戒厳令下における国民たちの管理統制、このデータが取られたというふうに言われております。そして今実は日本でも同じ作戦がヌトバー合同訓練の指示のもとに行われようとしているっていう話なんですよね。現在東京都内ではいろんなことがあったので、警備体制のレベルが格段に上がっている状況があるわけですよ。そして近く何が行われるかというと、参議院選挙、この選挙の後にですね、いわゆる緊急事態条項であるとか戒厳令であるとか、そういったものの法律が付設されるというふうに言われております。最終的にどうなるかというと、先ほどの日本版ジェイドヘルム、我々国民たちをですね、どこかに連行するという想定のもとで、日本中が管理下に置かれてしまうかもしれないっていうとんでもない話ですよね。メディアも今すごいね、変なこと言い始めてるわけですよ。いわゆる第7波ね、第7波が来るとね、何回目やねん、いや7回目ですけど、あ、そうですね、あ、そうです、すいません、なんかすいません、ね、これ7回目の波がね、いい波乗ってる波が今来てますねみたいなことまた言ってるわけ。これ何を意味してるかっていうと、またもや犬小屋に帰れお前たちということなんでございますよ。そして もちろん言うことを聞く国民に仕上げては来てますが、最終の仕上げはこの日本版ジェイドヘルムね、これ好き勝手やられてこのままでいいんでしょうかね。皆さんもね、自分の投じる一票はですね、ぜひ、熟考して一票入れていただきたいとテレンスリーが言ってたよ。いや、言ってないよって思った。今日も一日お疲れ様でした。良い夜お過ごしください。動物園がめっちゃ好きなんですよ、私。私の地元にもね、伊東津動物園っていう素敵なところがありますけどね、お仕事お待ちしてます。思い出の動物園って、神戸にある王子動物園ね、ここパンダがいることで有名なんですけど、ここの動物園のね、僕類人猿舎がめちゃくちゃ好きなんですよ。で、これね、ちょうどその日ね、嵐が来てて、外にいたね、エンジンたちが全部、中に入れさせられてたんですよ。で、そこ中の様子も見れたんですけど、その中でね、森の賢者、オランウータンさん、オラン千秋さんがですね、地下のね、ちっちゃい部屋に入れられてたんですよ。で、そこで、なんか、牢屋みたいになってて、で、オランウータンって、めっちゃ人間っぽいじゃないですか。で、結構ね、そう、至近距離で見れるんですよ。だから僕、これぐらいの距離で、ずっとこう、二人でね、ずっと見つめ合ってたんですよ。したら、なんかちょっと変な気持ちになってきて、うほ
うほほ。見つめ合ってたらね、このね、そのオラン千秋さんが僕にこう何かを差し出してきたんですよ。で、何これあるのと思って見たらですね、ビニールの切れ端で、ゴミやないかお前。あれですかね、ビニールだと思われたんですかね。さっ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 さ、にょーんつって、にょーんつって、ビニールだけににょーん。いや、ビニールだけにの意味がちょっと何言ってるかわからない。ってこと。